ジなしの時間がやってまいりました、はい、今日も楽しく、はいはい、はい、そうですね、今日はこう作業着みたいなのですね。でもちょっとあの中にネクタイを締めてらっしゃるので、まあ、ちょっと事務方の作業をする時の上に羽織みたいなイメージですね。今日のお客様はご存知でいらっしゃいますか？いや、お会いしたことはもちろん知ってますよ、はい、でもお会いしたことないと思います。はい、私舞台が大好きで、この方ぜひ来てください。いろんなことしてはりますからね。いろんなことしてはりますよね。あ、この人だってきっとね、はい、思ってくださると思いますが、それではお呼びしたいと思います。今日のゲストは野間口徹さんです。どうぞ入りください。初めてです。大丈夫ですか？はい、ちょっと緊張。初めてなんですか？舞台はもうかなりたくさんいろんなものを見せていただいてるんですけれども、あんまりこう社交的にわーどうもとかっていうおっしゃる感じじゃないですよね。はい、そうですね、すいません。いやいや、全然いいんですよ、それは ね、 ね、うん、バラエティとかはあまりお手にならない？はい、そうですね。ですか？苦手です。あ、どこが嫌ですか？はい、そんなん答えんでいいんですか？すいません。しょうもない質問するな。何か気になるでしょう。いやいや、一番これさ、あのサンマやったらものすごい大好物な方ですよね。サンマの好物ですよ。ああ、それが嫌なんでしょう。ね、あの、はい、振られた時に何もできない自分が嫌です、ね、それがね、サンマ好物な。あと、お芝居の中ではもう本当かなりいろんな。ご結婚されてるんですか？はい。あ、そうなんですか？子供さんは？子供3人います。はい、あ、そうなんですか、はい、いくつからいくつ？640です。うわ、生まれたばっかりなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。性別は何だったんですか？上から男女男です。はぁ、うまいこともあんな。器用ですね。ありがとうございます。さあ、それではこの2人に演じていただきます即興ドラマの設定をご紹介しましょう。今日は休業中のラーメン屋さんをご用意いたしました。どうぞご覧ください。あー、こんな感じですね。あの、お水とかガスとかは出ないんですけど。それはもう休業中やからね。あ、そうです、休業中だから。うまいことしたんな、これ、ね、休業。ほんと、こんな感じで。これどうやって俺らは入るんですか？入ってるんですかね、それに。なんかご希望はありましょうか？誰かに決めてもうた方がいいんじゃないですか。あの人は誰ですか？あの向こうに目が描いてある、あ、照明さん。で、どうしますか？この照明さんに聞きましょうよ。はい、お二人で外から入ってくる。二人です、外から入ってくる。はいはい、外からこう使っ入ってくるのは大丈夫ですか？照明大丈夫ですか？あ、ものすごい大きいの仕込んだところを使いたい感じですか？立派な照明がね、仕込まれて、そこから入ってくる。はいはい、これでもどっちが先入りますか？こちらがいいですか？いや、まあ一緒に入るいいですね、一緒に。じゃあ入りますか？はい、はい、一緒に入りましょう。はい、それではそろそろ参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3。12坪ぐらいですけどね、これ。そうですね、12坪です。うん、狭いですか？まあ狭くはないけどもね、もうちょっとあったらええかなとは思うんですけどね。前の店ね、前の店というか前、はい、行き合ったとか、あれちょっと広すぎるなとは思ったんですけども、もうちょっとあった方がいいなと思ってね。でも使いようだと思うんですけどね。前の人はこれあれですか、
何年ぐらい経ったんですか。もう20年からこれやってたと思うんですけど。あ、そうですか。お父さん倒れられて、それでもう辞めちゃったんです。でも駅からちょっと遠いかなとも思ってるんですけどね。だからこそ需要があるとも言えるんですけどね。この近辺の方々がここに来るので。要は流行ってたんですか。そうですね。まあまあ僕もちょいちょい来てたんですけど。美味しかった。はい、塩がおすすめでした。塩が、はい、はあ、まあまあラーメン屋の後にまたラーメン屋いうのもね。まあそうですね。いやだからもう一軒うちのやつやっとるからね、はいはい、ここだけカレーね、はい、のショップやろうかなって言ってるのもあるんですさ。カレーをね。ですか。カレーね、カレーも考えて。うちのあのカレーなかなかうまかったからね。うちのやつのカレーもね、家庭料理のカレーですわ。あ、いいですね。はいはい、はい、ここはカレー屋はどうかなと思うんでね。ここ住宅街です。だから家庭的なカレーってどうなんですかね。あ、いや僕が言うのもなんですけど。いやいや、それぞれの家庭で食べるじゃないですか。それすいません、差し出がましい、すいません。あ、いやいや、じゃあただ単にどうかなって俺がうちの家で喋ってたことをこうポソッと言うたやけど。 あ、そうかそうか、はいはい、そうかそうかそうか。あ、すごい。オフィス街とかでね、こう家庭料理とかだったらみんなこう、あ、帰りにちょっとみたいになるかもしれないですけど、ここ宅不動産屋さんですよね。はい、はい、そうです。でなんでそんなはっきり言い切らはるんですか。こちら、ここで流行らせてみせますよ。あ、カレー流行らせてみせますよ。それはもうもちろん。流行ったらどうしますか。お宅流行ったらどうしますか。流行ったら僕も来ます。いや、流行ったら来るの。はい、流行らなかったらどうするんですか。そこはちょっと様子を見させてください。すいません。いや、まあまあ様子を 見さします。いや、見さしますよ。何も、まあ、あたね。いや、うまいですよ。カレーもやめて、なんかいろいろ候補あるんですよ。だからカレーうどんの店とか、そんなんでもいいのかな。カレーうどんの専門店、カレーうどんの専門店だなと思ってね。カレーうどんですか。そんな頻繁に食べませんよね。いやいや、カレーうどん、いや、数ある食べ物の中からのチョイスとして毎日のように食べたいのってラーメンかカレーうどんかって聞かれたら、やっぱ皆さんラーメンだと答えると思うんですよ。あのね、はい、流行らせてみせますよ。カレーうどんも、カレーうどんバーッと、はい、カレーうどん思いっきり流行らせてみせたら、お宅どうしはります。そしたら通います。あのね、ちょっと待ってください、はい、流行ってから来んねんと。お宅が率先してあそこの不動産屋ものすごいたはんねんから、あこのカレーうまいよとか言って言うてくれるような気でこう来てくれはんのかなと思ってね。うん、そこは最初から嘘はつけませんので。食べてみな、ほんとに。そうですね、食べてみな。食べてみて、はい、でもやめときます。カレーうどんやめときます。何本かこうはあんねんけどね、はい、ラーメン屋だけやめとこって言ったんですよ。どんぶり屋ショー、親子うどん、親子どんぶり専門の店や、親子どんぶり専門の店はどうかな言うてね、言うてたんですよ。いや、うん、どんぶり関係っていうのは意外に原価率が高くてあんまりおすすめしないですね。ちょっと待って。僕前バイトしてたんですよ。いやいや、だからお宅に相談してるわけやね。ああ、そうなんですね。うちが丼屋をしようかないうことをたまたまここの店見ながらいろんな夢広げよう思ってね言うてるんであって、はいはい、お宅が丼屋をやめさ、カレー屋もやめさし、カレーうどん屋もやめさし、丼屋もやめさしたんた、冷麺屋、ラーメンじゃなくて、うん、ラーメンは避けたいねん。冷麺屋、はい、ここのこの住宅街で、はい、そう冷麺屋。ちょっと一回ちょっとお書きいただいて、冷麺屋ですね、はい、冷麺屋どう。冷麺屋冬どうしましょう。真冬雪が降った日はお休みですか。どうします。夏冷麺冬厚麺とかにします。じゃあ冷麺も盛り上がったんやけどね。まあ確かに あれやな、冷麺盛岡なんかそうですやんか、はい、盛岡なんか冬でも冷麺やってるで、はい、それは盛岡という土地柄がそうさせるのです。
皆さん観光客が行かれてそこで食べてみようっていう気になるんです。この住宅街でちょっと今日冷麺食べたいよねってなりますか、冬の寒い日に。ラーメン屋で当たられてるんですよね。ラーメン屋は当たられてんねんけども、新しいラーメン屋は当たられてんねんけども、ラーメン屋でやと同じ2号店とか嫌やねん。ここもね、前のやつの魂があるから、ここと全然違うことやりたいで、この十二坪のここでなんか全然違うことやりたいでね。もうここで決めるということでいいですか。ひとまず決めちゃいますか。決めてから考えますか。ちょっとじゃあ一本電話もいやーちょっと待って、決めるの待って。あ、そうですか。あのな、はい、お宅、はい、ここ入ってきて仕事やろうやろうって意欲あったんやけど、はい、意欲失せるわ。あんた失せるわ。わかった。甘味や甘いもん。住宅街で若い女の人も男の人もや、まあみんな甘いもん好きや、疲れてるしな、甘いもんや。甘いもん、ぜんざいや。ぜんざいやでしょ。ぜんざいやよ。ぜんざいやなんかええぜ、ぜんざい。ぜんざいは。疲れてるしね。ぜんざいや。あ、そうでしょ。ぜんざいしようかな。ぜんざい、あとだからぜんざいだけちゃうで、ぜんざいと、それからそやな、おはぎも売ろうかな。甘いもん好きやからな。すぐそこ和菓子屋ありますよ。あった。はい、あったか。老舗中の老舗ですよ。あった、あった。おたく、はい、不動産やな。あの僕お宅のラーメンが大好きなんです。ラーメンをしないって言うて決めてきてんねん、はい、息子とも、はい、いや俺ははっきり言うて、お前ラーメン屋に行かじゃあ頭でここのラーメンの魂よう流行ってたやろ、はい、でそこでなんか同じ味は嫌やからやめとこうと思ったやん。えやるとこもあるんやけどな。だから向こうへ食べに来てくれないやんか。そこへ食べてきたやんか。ここは違うものをやろうと思ってやりだしてんねん。ね、何べんあなた却下すんの。あなた誰、不動産やろ、あんたは、はい、不動産屋です。不動産がなんでそんな却下すんねん。流行っても、あ、流行ってなくても分からへんのに、これからやろうとする意欲がなくなるわ本当に。でもあの今まで僕が、まあ、助言という形ではないんですけれども、ちょっと一言挟ませていただいた店舗の方は大体成功してますね。素人の、はい、素人の定食屋はどう。素人の定食屋、素人の定食あかんな、住宅街やしな。自宅やし、奥さんらもみんな家で食べたらええこっちゃうな。ちょっと掘り下げてみましょう。掘り下げて、じゃあ素人の定食屋。素人の定食屋知らない。素人が作るってことですか。そうです、素人が作るんですよ。素人がね、普段ね、お母さん方でうまい人売ってるやん、料理、はいはい、料理、はい、その人らをまあ言うたら この近くの人やわね、その人らをみんなバーッと集めてね、でパートでやっとうね、はい、で、あんたとこの料理は何がうまいの。あんた家庭で麻婆豆腐か、あんたはね、あんたこういうのか、筑前煮、あんたそういう人みんな集めて、筑前煮のうまい人は筑前煮、それで麻婆豆腐がうまい人は麻婆豆腐定食、こっちはうまいって、もういろいろ集めるわけや、素人の定食や、はいはい、これぜ。一瞬いいかなって思ったんですけど、それ誰かお友達同士で食べ合ったらいいことですよね。たはるちゃん、つかっ、そ食べ物やしたらあかんのか。粉がついちゃいますよ、ね、気をつけないと。メガネは大事ですからね。食べ物、メガネ、まさかのメガネ屋ですか。メガネ、この住宅街で、それこそダメでしょ。はい、OK です。お前ら笑い
声聞こえてないよ笑い声聞こえない、全部却下される全部却下される、そんなアホなことあれへん。改めまして本日のゲストは野間口徹さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、やってご覧になって。もうそんなもん、ね、楽しかったです。楽しかったわな、はい、そら人の言うこと全部反対したらな、そら楽しかったやろ。どっかでこう校庭の方に回ろうと思ったんですけど、ちょっとそっちが楽しくなってしまった。やっぱ楽しくなっちゃったんですか。最低最低よ。ちょっと見ましょう、はい、さんまがものすごく好物やって言ったでしょ、はい、この人の好物俺やん。そうですね、俺を好物にしやがったなっていうことですよね。本当だ。12坪ぐらいですけどね、これ。そうですね。ストップストップ。俺が紹介しに来たんですよ、これ、うん、私もそう思いましたよ。12坪ぐらいですけど、これどうですかって言おうと思ってんねや。そうですねって言うてんねや。こっから変わってくるのはだんだん分かるわ。どうぞ。そうなんですよ。12坪です。うん、狭いですか。これや。すいません、これや、はい、いやなんかどう見てもこの不動産屋のおっさんで、うん、後ろはそこ、これからね、うん、なんか脱サラして始めようとする人じゃないんですか。そう、そっちを裏切りたいなっていうのはちょっと思った。裏切りすよ、おかしなことになってきたで。どうぞどうぞ。狭いですか。こいつを考えてる。まあ、狭くはないけどもね、もうちょっとあったらいいかな。もうそっちに乗ってるやん俺。もうこれえらいおかずや、えらいおかずやで俺。なあ、どうぞ。住宅街です。家庭的なカレーってどうなんですかね。あ、いや僕が言うのもなんですけど、いやいや、それぞれの家庭で食べるじゃないですか。すみません、差し出がましも。どうですかこれ見て。自分で、いやいや、腹立つよ。つい先日引っ越ししたんですけど、はい、その時の不動産屋がもうまさにこういう感じだったんですよ。ずっとヘラヘラしてて腹立つわっていう人だったので、それ使おうって思って一瞬で。あ、もうこんな感じだったよな。僕ら夫婦がいいと思ったところ、いやここどうなんですかねみたいな、案内したの自分でしょっていうところはあって、まあ、でもそこの不動産屋で決めちゃった。まあ決めましたね、うん、はい、結局その人の手柄になっちゃう、うん、悔しいですね、はい、何の話だよ。俺が悔しいな。そうそう、今回はね、こんなもん、まあ、どうぞ。どんぶり屋、どんぶり屋しょ。どんぶり関係っていうのは意外に原価率が高くて、あんまりお勧めしないですね。あの、ちょっと待って、僕前バイトしてたんですよ。してたんですか。してないです。してないです。あ、びっくりした。してないです。よーそんな口から出まかせ言うな。本当に原価率ダメなの。いや、わかんないです。わかんない。全くわかんない。すごい自信満々ですよね。この人に言われたらな、やめなさい。なるほど。冷麺屋、ラーメンじゃなくて、うん、ラーメンは避けたいねん。冷麺屋、冷麺屋。ちょっと一回ちょっとお書きいただいて。何やはんやねん。面白いね。もうちょっと変えたくなったんですね。なんかもうこれは落ち着いて話さねばならないと。冷麺はさすがにないだろうと思って。説教モードに入ったわけですか。あ、なるほど。どうぞこんな腹立っちゃうな。冷麺屋、冷麺屋ですね、はい、冷麺屋、どう、冷麺屋。冬どうしましょう。真冬、雪が降った日はお休みですか。やらしい。本当にやらしいですね。やらしい。ぜんざい屋しょ。ぜんざい屋なんかええぜ。ぜんざい、ぜんざいは、ぜんざい屋、あ、そうしょ、ぜんざい屋しょうかな。甘いもん好きやからな。すぐそこ和菓子屋ありますよ。これうまかったわ。うまい。老舗や、どかじゃない。老舗中の老舗って言いましたから、ね、これよ、そこに和菓子屋を見つけたね。そうですね。考えてたんですか。今はパターンちゃうからね。いやいや、そこに和菓子屋あるよ。不意に出てきました。すごい、降りたい、降りたい。どうぞ。あの僕
お宅のラーメンが大好きなんです。いい話だね。ここはすごいいい話にしたじゃないですか。ちょっとそっちに持っていこうかなって一瞬思ってやったんです。俺はもうそっちには絶対乗らへんここまでかなりいたぶられたのね絶対そのゾーンに誰が乗るかどうぞもうかなり怒ったあるわけ。小林さん ここでいい話になるんだなって誰せ、まあ、照明とかもなんかそういう感じになったじゃないですか。でそうなると思いましたよね、はい、もうずっと商売いろいろ考えたら思ってどうぞ素人の定食屋はどう？素人の定食屋。素人の定食屋。あかんな。住宅街やしな。住宅街やし、奥さんらはもうみんな家で食べたらえごっちゃうな。ちょっと掘り下げてみましょう。掘り下げて、じゃあ素人の定食。なんでここだけ乗ってくれんの意味がわからん。なんで乗んねん。それは。ちょっと面白かったです。そうなんです。そんな食べ物やしたらあかんのか。粉がついちゃいますよ。ね。気をつけないと。メガネは大事ですからね。食べ物。メガネ。これ最高よ。なんですかこれ。これよ。これ来たみたいな。これ最高や。これ最高やねこれ。これ来たなと思ったわけですか。いやもう行くとこ行っちゃったなと思って。これ台本やでこれ。どうぞ。まさかのメガネ屋ですか。メガネ。この住宅街で。それこそダメでしょう。はい、オッケー。うまかった。これはうまかったよね。まさかの。やっぱり面白いな。これ面白いな。野間口さん自分で本も書かれますか。書かないです。でもコント のユニットやってらっしゃいますよね。新、は、作、いね、代表って。いや書かないです。でもやっぱコントが好きなんですね。はい、大好きです。いやこれは舞台も見に行くの楽しみだね。あ、しかもこの舞台ものすごいタイトルですよね。はい、どうぞ。はぐれさらばがじゃあねと言ったという。ご自身の劇団。そうですね。はい。ですね、所属している。はい。ピチチクインテット。はい。というところね。はい。またこれすごい一癖も二癖も三癖もあるような。はい、十分わかったわ。6月28日から7月7日まで。はい。いや面白いね。面白いんですよ。もうね、野口さんが出てる舞台はもうぜひ見に行って見ていただきたいです、ね。タイトル難しいよ。こんだけ名作やからしょうもないタイトルつけられへんよ。まあでもそれがまあいいとこですよ。しょうもないタイトル。今日のテーマはタイトルは却下さんっていう。ダメ？あれダメ？却下さん。これどこに出かけてってもあらゆることを却下して回るっていう。却下。それはもうダメですね。却下さん、却下さん、却下さんで一つよろしくお願いします。また来週。じゃあまた来週。却下さん。それだ。